11月22日、松山市桑原3丁目の松山東雲女子大学短期大学で、大学生のボランティア団体が DV 防止の啓発活動を行いました。この活動は、11月12日から25日の女性に対する暴力をなくす運動キャンペーン期間に合わせて行われたものです。松山市と大学生ボランティアネットワーク、フォーリングスが協力し、大学内の廊下や食堂で学生らにパープルリボンと DV 防止啓発カードが入ったポケットティッシュを配りました。松山大学、愛媛大学、松山東雲女子大学短期大学、あと聖カタリナ大学の4つの大学の合同サークル で、実は今年から、専門学校の人たちも一緒に入ってボランティア活動しようっていう話になってて、今回は松山大学と東雲女子大学のメンバーでデート DV に関する、パープルリボン運動ということでボランティア活動をさせていただきました。皆さんに、やっぱり東雲女子大学は女子大学っていうこともあるので、女性に対するデート DV 啓発活動ですねを今回はティッシュを使って活動させていただきました。私の友人でも恋愛関係とか、相談によく乗るんですけど、言葉の暴力だったりとか、たまには手が出るとかっていうこともあるので、皆さんもそういう活動を知っていただいて、身近な人とかで暴力を受けてるなっていう方がいたら、よかったらその相談に乗るように、事業所とかもあるよっていうことを教えてあげてもらえたらなっていうふうに思います。言葉や力によって傷つく女性をなくし、守れる環境づくりはこうした活動によって進んでいくことでしょう。